キチャンネル。セーブ。あれセーブがないぞ。こんにちは。こんにちは。忙しくしてます。ちょっとあれ資料がないぞってなってる、ね、ちょっと待って。そうなの。あセーブがないですね。あでもこっちにこっちにいます。それはあるじゃん。はい。西武のね、はい、まあ1位ね、うん、公言した通り蛭間、拓也外野手、早稲田、はい、ね、で2位が古川雄大選手、はい、佐伯鶴城角城佐伯角城、はい、難しいね、漢字難しいです、うん、で3位が捕手野田海斗選手、はい、九州国際大付属、うん、4位ここで、うん、青山湊投手、うん、アジア、ね、5位山田陽翔投手、近江、6位児玉凌介、内野手、大阪ガス、で育成は野村、モンテル、三浦、これ何堤沢、これ沢、うん、内野外野投手保守、まあバランスよく、はい、西武も良かったね、うん、あそうですか、意図が、うん、分かりやすくて、はい、だって西武なんて言ってか言ってやって、そうですね、西武は、うん、即戦力系の選手が欲しいと、うん、でも森選手の FA とか、うん、まあ、源田来年の源田選手とか山川選手の FA でもこう関わってくるなと、うんうんうん、でまあ野手を1位、2位、3位でもいいぐらい、まあ、外野が足りてないよねって話をしました、うん、見て見て、はい、見て、え野手を1、2、3位もう続けてもいい言ってた言ってました、見て野手1、2、3外野、外野、キャッチャーほらおーやっぱり西武も、はい、塩崎さん同郷で、はい、徳島で、うんね、ゴルフも一緒にコンペでしてもらったことあるし、はい、見てたんちゃうやっぱり動画見てました、うん、ほらやしやしやしやっぱ確かにちょっと本当だ、なかなかそれ言い切れないよ、うん、野手ピッチャー上位3人でもいいわね、はい、簡単なんだよ、うん、ワンツースリー野手でいいって言って野手そのまま来てるから本当ですね、しかもね、うん、外野やっぱ外野は薄いからね、はい、まあ、なんて言ってもまあ栗山ももう年齢がね、うんうん、高いしでまあ愛と鈴木翔平、はい、金子、うん、で若林、はい、で岸、うん、あ川越ね、うん、とか、うん、まあやっぱりこう全員がこれっていうのがね、うん、ちょっとパンチ力ないよね能力的にね、はい、だそういったところでよね、やっぱりもうだからもう開幕スタメンあるよね蛭間選手は、いやあるかもしれないですね、ポジション全部空いてるからね、まあ、外国人も取るかもわかんないけどね、もう誰も固まってないって状態なわけですもんね、うん、でこの古川選手はもう身体能力お化けだからね、はい、やばいよ体ムキムキでね、うん、だからそういったところでは下手したらうまくいけば早めにね、うん、一軍来るかもわかんない、はい、外野ね、うん、だから古川蛭間の外野もすぐレギュラーっていうところもね、うん、まあ、1年目から古川選手はないかもわかんないけど、はい、もう 2,3 年の間に出てくる可能性あるね、はい、野田メッセージ入ってます、キャッチャー、はい、森が FA ですかねですかね、やっぱり取っとかなきゃいけないじゃん、あそうですね、うん、そのね、うん、やっぱ森がね、うわ出るのか抜けちゃうと、うん、でまあね今、まあ、古市君がね、はい、21歳でいるけども古賀24歳ね、柘植26歳、はい、長熊27歳ね、斎藤森28歳、うん、っていうところでね、うん、まあ、やっぱ若手も抑えなきゃいけないなっていうところで、はい、でも俺は非常にいい選択だったと思うよ、うんうん、高校でキャッチャーね、しかも高校生を取った、はい、大卒じゃなくてね、高校生っていうところがね、うん、よかった、はい、判断的にね、うん、で青山選手4位なんだね、うん、え前評判めちゃくちゃ良かったですよ、1位2位ではね、うん、いなくなると思ったけど、うん、そうなんですよね、なんでえ先生もめっちゃ推してましたよね、うん、なんでなのっていうちょっと本当に聞きたいです、でもちょっとね、こうなんていうの、はい、こう俺はまあそんなめちゃくちゃちゃんと見たことないけども、うん、ちょっと剛腕っぽいじゃん、はい、感じ、はい、合ってるよね、西武、うん、今井もそうだし、そういうタイプ多いじゃん、うんうん、でもまあね、いいよね、はい、前も後ろも両方できるからね、いやそうですよ、こんだけ注目されたピッチャーが、うん、できるから、下手したら後ろにね、入ってくるかもしれないしね、はい、で、お近江高校の山田5位、うん、低いね、低いんですよ、ですね、しばらくあれまだ出てないなってなって、うんうん、好きなアナウンサー、ヒロドさん、わもうネット甲子園でヒロドさんも行きまくってるからね、そうですね、人気ある、もう高校生のアイドルですよ、ドラムと2位の古川君も、うん、ヒロドさんに会いたいために甲子園行ってたかったらしい、あ言ってた、テレビで見たよ、それなのに、ここ私も見たかも、それ、はい、それなのに、あの3番、なしって書いてる、これ古川君、ヒロドさん会とかないと、そうですね、そして会いに来てくれるよ、ヒロドさんは、会いたかったみたいですよ、ね、こういうとこで言われたら、もう
一瞬で注目しますからね。あ、でも岡本さんいないね。いや、私なんて誰知られてもいい。いやいやいや、羽川さん、ちょっともうそろそろ里崎チャンネルも全国的に浸透してきたと俺は思うね、はい、で登録者も50万人以上いてよ、はい、影響力もついてきたと思うんだよ、うん、もうそろそろ好きな有名人このドラフトに次の目標を袴さん乗ることにしよう。うわー、誰かな、そうっすね、うん、そういったらもう取材行くから、はい、里崎チャンネル。え、そうですね、うん、そうですよ。お、許可をね取れるんだったらね、これ書いてくれたら、うん、そこにもう書いてくれたら私もツイッターやらインスタやらでもうアピールしまくりますよ。だからね、ライバルは、はい、七尾さんとか浜辺美波さんとか、ちょっとそこはちょっとで小芝風花さんとかあと新垣結衣ちゃん、いや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 、もう全然で中条あゆみさん、長野芽衣ちゃん、あと今田美桜ちゃん、堀北真希ちゃんとかね。今田美桜さん私朝ドラで横並びで、清原かな、かやさん、うん、とか荒木優子さん、うん、ね、西村ほのかさんかな、うん、っていうところがライバルになってきます。ちょっと厳しいですね。いやでも別に年齢高い人も入ってるからね、七尾さんとか、まあ、私より上か、はい、うん、あとはこの堀北真希ちゃんとかも、ああそう、私より上だ、うん、とかだから、ガッキーもそうじゃん、はい、だから全員が全員若いわけじゃないからね、年関係ない、若さとかじゃないですから、みんながもう女優さんだし、いやいや、あ、ちょっともう一回見てみよう、俺見逃してるかもしんない、いないよもう、静岡枠とかあげとくからね、うん、そう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 、そうですね、おっ痛い、分かってますよそんなの今後ね、来年の目標にしよう、袴田綾へ乗るように、誰か見てたら、誰か見てたらお願いします。だってヒロドさんとかも乗るんやからさ、可能性あるよね。ヒロドさんはもう、もう甲子園球児のアイドルです、ね、いや俺佐々木チャンネルももうお前野球界のアイドルよ、もう今や頑張ります、うん、これ乗ろう、そしたらもうな、やばいよな、やばいっす、うん、いやもうみんなで全力で佐々木チャンネルを応援します今日のなんとかみたいな二軍でみたいな今日のなんとかめっちゃ面白いですね。今日は無事出勤してます袴田チャンネルの最後のミニ枠で、今日のなんとかみたいな、はい、作りましょうよ。おだから来年ね、注目したいね、うんうん、お願いします。でももうちょっと上位かと思ったけどね、うん、ね、うん、でもこれはもうね、将来成長型で考えると、うん、西武はね、いいドラフトだったと思うよね、はい、で、6位、内野手児玉亮介選手、うん、大阪ガス、若干匂うな、これは。え、何が匂うんですか。いや、来年源田がいなくなっちゃうかもって。あー、戦力の内野手を6位で取るっていう、うん、だからやっぱ抑えとかないと、うん、滝沢くんぐらいしかいないから。そうですね、ちょっと似ような、ちょっと危機管理を感じますよね、うん、児玉くんにはな、うん、かなり感じる。確かにそうですね、うん、でこのね、モンテル、はい、ヒグマモンテル、アイランデル、うん、もう体力お化けだから、うん、ピッチャーだったのよ。でそれが野手に転向して、このポテンシャルを生かすっていう、だから、うん、まあ、成績はそんなに高くないんだよ、はい、独立リーグでも。でもこう将来性 を買ってっていうね、うん、で、あとはキャッチャー、法政のね、選手、ここもだから22歳だから、うん、多分森の FA 次第で、はい、やっぱ抑えとかなきゃいけないっていうね、いいとこですね、うん、へえ。だからここら辺は、まあまあ、分かりやすいメッセージ性はあったよね。そうですね、伝わりますね、うん、かなりいいドラフトだったと思う、俺、この西武のドラフトもね、今のこのチームをよくよく考えた上での上位からのこの流れ、うん、指名、はい、っていうところは非常にバランスも取れて、うん、うまくいけばね、この青山、山田、そして児玉選手っていうところもね、活躍してくるとね、うん、はい、面白い存在になってくるから。そうですね、うん、足りない野手を上位で取って、そして即戦力のピッチャーも4位で取れてっていうね。そうそうそう、いいね、俺はこの西武のドラフトも、西武はね、うん、俺パリーグで一番良かったんちゃうかと思って、お、うん、へえ。正直バランス的に、バランス的に、いやこれ未来この選手が活躍するかどうか分かんないよ、はい、でもこの年齢構成とポジションとこの順番で考えると、はい、俺はパリーグでは西武が一番良かったんちゃうかなって思ってるね、今日の感じで言うとね、うん、まあ今のところも抑えつつ将来性と選手の流出に向けた危機能力っていうところは非常にバランスの取れたドラフト戦略だったかなと思います。はい、まあ来年楽しみですね。そうですね、やっぱ一番、ね、うん、やっぱ一番来年楽しみなのはやっぱ有名、好きな有名人に袴田さんが、そこかいって